1月の4日からお稽古が始まりまして、明日いよいよ初日を迎えることとなり、皆様にいろんな意味で楽しんでいただける作品に仕上がっているかなと思っております。明日の初日、勇気を持って皆様にこの劇場にお運びいただけたら、きっといいことがあるとそう思っております。こういう時代だからこそ、この上演してくれてありがとうっていうお言葉もいただきました。自粛でなかなかお家から出られないっていう、まあ、ご家族がまた反対したりとか、なるべく自宅にと思ってらっしゃるとは思いますけれども、ぜひ劇場にお運びいただいて、私たちとその時間を共有していただき、明日への活力源となっていただけたら役者冥利につきます。ぜひお越しくださいませ。お待ちしております。アーリン・モス役の神田沙耶香です。本日はありがとうございます。劇場にこうやって立ってみて、セットに立ってみてもですね、今年初の自分的にも作品ということで感じるところもありますし、この戯曲はなんかちょっといつもの普通のお芝居とは何か違う感覚がしていて、セリフ一つにしてもお話にしても考えさせられるところがすごくたくさんありまして、役者としても勉強になりました。そして大地さんとも久しぶりに共演させていただくということで隣にいてとても勉強になったことも多かったので、最後までですね、健康に気をつけて、実りある作品経験になればいいなと思っております。ぜひ劇場にお越しください。よろしくお願いいたします。ギャビン・クランシー役の村井亮太です。よろしくお願いします。充実した稽古期間を過ごせたと思っております。そして劇場に入ってセットと対面し、役衣装もつけて、さらにこの世界にのめり込んで楽しんで、1ヶ月間、公演を無事に健康で幕を下ろせることを願いながら頑張りたいと思います。お客様は本当に多分皆様マスクをしてご観劇なさると思うんですけども、なかなかやっぱこういう時期ではありますので、こうなかなか笑い声とか出せないかもしれないんですけども、なるだけマスクの下を笑顔にできるように頑張りたいと思います。ぜひ皆様上演を楽しみに待っていてください。明日からです。ウォルシュ・マクラーレン役を演じさせていただきます別所哲也です。世界中の劇場関係者やエンターテインメントの皆さんが試行錯誤している中、ここ日本、東京でもこうやって一歩一歩前進できる作品をこうやって上演できることを心から嬉しく思ってます。ニール・サイモンの作品は僕にとっても念願の作品ですし、大地真央さんの恋人役として演じきっていきたいなと思っております。皆さんにとって2021年が本当にこういった演劇と笑いとそして感動がもう一度よみがえる、そして一歩一歩前進できる希望の一年になりたいなと思っていますし、劇場でそんな空間を作っていきたいなと心から思っています。今日は皆さん何の日かご存知ですよね。はい、実は大地真央さんのバースデーです。共演できていて、こうやって舞台上に一緒にいられるのがすごく嬉しく思っています。もう本当にいけるオーラみたいな方でいけるこうハッピーオーラでもあるし、リーダーシップ、それからアイディア、すごく本当にあの女性としても役者としても勉強になることいっぱいです。これからもずっとあの追いかけていくし、たくさんいろんなことを本当に教わりたいと思っています。本当に本当におめでとう、大好きです。星の数まさはい本当に